今回はマルロとヒッチが好きすぎるみんなの反応を集めてみました。マルロとヒッチの関係が好きだった。伊佐山先生の考える理想の男女。先生はさあ理想の男女を引き裂く人？あいな。美しい。男側から平穏な幸せを手放す展開はこの時点でやってたんだな。死ぬ直前にヒッチのこと想像しちゃうのがいいよね。ヒッチはいい女だよな本当に。いやこれはヒッチが悪いだろどう考えても。エレン、この頃は10年引きずってて欲しいと思ってなかったんだな。バカとバカが察するレベルなのにマルロは超バカなの？ヒッチも結婚してもマルロ忘れられないんだろうな。最終巻にヒッチどうなったか描写あった？ないよ。マルロはさあクソボケ？こいつはとんだおかっぱ野郎ですね。決勝は兄にあんたはモテモテだねっていうとこ好き。サシャとコニーに言われるの致命的だぞおかっぱ野郎。ライナーとか芸術とかゲスミンとか進撃の巨人とかいろんなシーンがあるけどこのシーンが一番印象に残る。つらい。あいつ今頃まだ寝てるかなーが地味に聞いてこれはつらい。絶対寝ないでマルロのこと考えてるだろうなって思ってたらあの描写ですよ。いいですよね死の瞬間の心情。この世界成就するカップル少なすぎない？最後には後悔したと思うって正直に言っちゃうフロック君が好きだった。彼は悪魔にすがることしかできない男になってしまったが、マルロは絶対これから活躍していくキャラクターだと思ってた。だから死んだ。数少ない分かり合えた相手なのに。実際のヒッチはその頃寝るに寝られなかったのが、エルヴィンの次くらいに新兵組こぶして頑張ってたし勇敢で正義感に飛んでて良いやつだったよ。口先ばかりの理想に燃えるバカだと思ってたけど本気の本気で行動してたんだなって見直したあたりで死んだ。勇気と起点を備えたマルロが死んで自分が生き残ったからフロックは壊れた。なんかこの漫画っていかにひどく死ぬかじゃなくてただ無情に死んでいくイメージがある。漫画やアニメじゃないんだから人がみんなドラマチックに散っていくわけないじゃん。それ考えるとモグリットってやっぱすごい人だったんだな。ヒッチとこいつは何事もなく平和にくっついてほしかった。未亡人ヒッチの色気すごいよね。ヒッチとマルロってもう登場時点でデコボココンビでそのままデコボコ重ねるんだと思ってたんだ。世界はこんなに残酷だから仕方ない。この見損なったが最後の言葉になったんだよね。マルロはきっと最後に後悔してたと思うから。未亡人ヒッチは兄を最終メンバーにするのに必要という地獄のようなフラグ管理。ここでマルロがゴミのように死んでフロックの方が生き残るのは衝撃ではあった。マルロに死なれ兄とは疎遠になりヒッチかわいそう。絶対言わないだろうけどストレートに告白して引き止めてたらどうなっただろう。10年は俺のことを引きずってほしい。マルロはこんなこと言わない声の人は言うかも。このマルロを殺したのがどうしても無理でジークは好きになれなかった。クサーバさん見ててくれよは良かったけど初登場時からマルロ好きになっちゃう人は多いと思う。異性の良い綺麗事言って最後は悔し涙ってヒッチじゃなくてもキュンとなる。あの時点のフロックはただ千分の一の一人が偶然生き残っただけに過ぎないからな。だから生き残ってしまっただけのやつが自分なりに自分のやること見つけた2年後フロックも嫌いになれない。あいつはどうせ今のんびり寝てるだろうなって最後に思う。マルロ実際は物憂げな顔で起きてるヒッチ。志願しなく内側では超大型爆発でく外側ではパーフェクトゲームという地獄。いいよね良くない。ヒッチはこういうところに惚れたんだろうし悪くない。むしろ直球でいかなかったヒッチが悪い。せめて死ぬにしてももっと劇的な展開に伴って死に場所くれると思ってたら本当にモブと一緒についでのように死んでるのがすごい世界観だと思う。マルロはなんだかんだ生き残ってヒッチと結婚して幸せになると思ってたんだよ思ってたのに。読み進めるたびにそんな希望的観測は捨てろってなるよね。まあこの後の醜いうちはもめに参加しなくてよかったと考えるしかないな。ヒッチはライナーが幸せにするから。あそこで行かないでと言えないなら死は決定事項だ。過ぎた感を出さずに極力主張しないように徹してるような演技いいよねマルロ。過ぎたってあんな演技できるのかと本気で驚いた最後の独白。あーいいなーわからない、なんで俺は今頃。デビュー当時は脇で爽やかな少年青年役とかやってたんですよ。杉田はイケメン役とかすっとんきょうなギャグキャラとかよりも、こういう地味と言っていいくらい素朴で味わい深い役柄の時に一番実力出せてると思う。犬夜叉の連骨とかいいよね。最終的に七人体を裏切って人気キャラの蛇骨を死なせたけど、そこに至る立場が不憫すぎて蛇骨のファンからもそれほど嫌われてないという。杉田とか小野坂さんとかギャグやるよりも落ち着いた好青年とかやってる時の方が色気というか、いい意味での淡白さが味わいあって好きなんだよな。
わかる。でも、一方でワッチャケた演技の時の、他の追随を許さない感も感じる。最終回発情期？何それ、お礼さやま。まあでも最終回でミカサは子供できてたけど、ナエレンはどう思う？あれは幼女ミカサのことだから孤児を引き取ったに違いない。ライナーは人妻に発情できるくらいまで回復したから。金玉のこの名付けは最高だと思う。この感じでファイナルファンタジーと読ませることも含めてセンスがキレッキレすぎる。だからといってそれを叩き棒にしてる奴らは大嫌いです。そんな叩き方あるのか初めて知ったわ。ジョイマンのリズムが脳裏を過ぎた。クソボケのまま死んでどうすんねんって当時読んでて地味に落ち込んだわ。人となり合わせの世界で死に赴く男に対し素直になれない乙女ムーブは悪手なのだ。あららぎくんのこと、親子ですら勝手に思ってるだけの愛情なんて伝わらないのだから、そもそも状況に限らず素直になれないムーブは恋愛クソ雑魚ムーブなんだ。現実の戦争もこのぐらい無慈悲なんだろうな。現実の戦場には男だけで女はいないから、あるいは彼女に当日の朝会えただけ良かったのかもしれない。安否を気にしてくれてる人間がいるだけ幸せ者よ。戦争ダメ絶対。いやマルロ悪くねえだろ。俺が悪いんだよ。エレンとライナーのレス、きっちいい女だよね。マルロの最後はアニメで見たとき声優さんってすげえって思ったな。残酷なシーンなのに見入ってしまった。アニメのこの二人はもう強烈すぎてね。ほんと好き、この二人好きなんだ。でもその末路も含めて好きな俺もいる。俺が悪いんだ。わかる。マルロが死に血が残されることで完成したみたいなところある。今頃あいつは寝てるだろうなって思ってるマルロと、起きててマルロの無事を祈ってる血好き。美しい。これ以上の結末は存在しえないでしょう。スレガの場面でエレンもマルロの方が正しいだろって言ってるの地味に好き。これはどういう心境で言ってたんだろう。俺もミカサに何と言われようと調査兵団に入団したぜって意味なのか、当時は何も分かっていなかったのか、その優秀な訓練生は女の子かのエレンと、どっちが本当の姿なんだ。そもそもミカサはむちゃくちゃ素直にエレン好き好きアピールしてるから、それと素直になれなかったヒッチを比べたら、そやマルロは悪くない。仮にも七に向かわせるなら仕事とかじゃなくて市場で引き止めるべき。ああむしろ分かってたからこその発言って可能性もあるのか。いやねえよ。状況や立場も判断材料だが、言い方もちゃんと考えろよ。表情と言葉の選び方な。あの表情でなんでだよ。マルロは間違ってないだろ。だぞ明らかに分かってない言い方だっただろ。これが小説でそういう描写なしでこのセリフならその説もありだが、この時点では気持ちを自覚してなかったはず。ファルコの恋心に気づいたのはグリシャの記憶の影響らしいから、記憶見た後と前でかなり違うっぽい。マルロもエレンも実は相手の行為を分かっていたんだと思うわ。そうでなきゃどちらも最後の瞬間に相手のことを思い浮かべてはいないだろうし、でもなすべきことがあるから自分を鈍感の僕年人だと思い込んで演じていたんじゃないかな。